大丈夫？レヴィーヤ。モンスターは自分たちに任せて、炎症を。わかりました。誇り高き戦士よ、森の射手隊よ。あれはアシュ。まずい、この距離は。大丈夫？あ、アイズさん。アイズ、何やってやがる。下からどんどん来てんぞ。あ、レフィーヤを助けたこと自体を責めるつもりは毛頭ないけど、隊列を崩してまで、アイズ、君が行く必要はなかったはずだ。ごめんなさい。団長、アイズさんは悪くありません。あれは私が？あの位置なら他のものでも十分間に合った。アイズ、君はファミリアの主力だ。君が動けば戦局も動く。多くの者が危機にさらされる可能性だって高い。もう少しそれを自覚してほしい。はい。は、はい。今日疲れたとはいえ、あの程度のモンスターのハウルなら、今の君だったらしのぎきれたはずだ。君もファミリアの中核の一人と言えるほど成長してきている。あの状況を危機と呼ぶべきじゃない。今回は第二級冒険者を鍛える遠征演習だからこそ事なきを得たが、本番ならこうはいかない。二人とも以後はもう少し自分の立場を自覚してほしい。はい。珍しいの。随分と強めに言ったようじゃの。あの合図まで見るからに落ち込んでおったぞ。ま、こういう機会だからね。合図も大方例の教科書の噂を聞いていたから暴走しただけだと思うが。わかってるよ。けどさっきのは本音でもある。ファミリアの中核という自覚、それを持ってもらわないと。機械にもうってつけというわけか。ガレス、例のものは？おう、カーゴに厳重に積んでおる。あやつらの驚く顔が楽しみじゃ。ペナルティですか？ああ、ここからさらに仮想で手に入るレアアイテムだ。それを合図と二人だけで取ってきてくれ。うん。わかりました。あと言っておくが、これはお前たちのペナルティだ。他の団員に話すことも助けを請うことも禁止だ。言った通りだ。レアアイテムの話も極秘で扱ってくれ。それってどういう？
質問は受け付けん。準備ができ次第向かってくれ。アイズさん、どういうことなんでしょうこれ。わからない。でも何か大切なことなのかも。そうですよね。リベリア様があんなに真剣な表情で。けどやるしかない。フィンたちに迷惑をかけたのは私たちだから。行こう、レフィーヤ。はい、アイズさん。なかなか見つかりませんね。レアって言ってたからですよね。この辺りの海藻から採掘できるってリベリア様はおっしゃってましたけど。あ、いたいた。ティオナさん、もう探したんだよ。二人で勝手に潜っていっちゃうんだもん。そうよ、団長やリベリアに怒られてそのままいなくなるなんてやめてよね。ティオネさん、ごめん。その様子だと落ち込んでやけになったって感じでもなさそうね。もうだから言ったじゃん、アイズたちはそんなことしないってさ。うるさいわね。ただこの辺りは教科書も出るって噂もあったから心配だったのよ。なんだかすみません。ま、無事だったんだしいいよ。それよりさ、気晴らしに探索するなら一緒に行かない？え？そうね、未到達階層へのアタックってほどじゃないけど、ここまで来ると人数は多い方がいいでしょ。それは大丈夫。もう少ししたら戻るから、今は二人だけで。いいじゃん。私たち基本見てるだけでもいいからさ。別に二人が何をしようが邪魔する気なんてないわ。そうじゃなくて、どうしよう。ティオナさんとティオネさん、こうなったらなかなか引いてくれない気が。ごめん、一緒には行けない。え？今私たちペナルティのクエスト中だから。え？アイズさん？それなら私たちが手伝えばもっと早く終わるんじゃない？一緒に行けないって話には。リベリアに他の人の手を借りるなって、他の人に話すのも。え、そうなの？はい。だからお願い、今はレフィーヤと二人だけで行かせてほしい。バレなきゃいいんだよね。だったらティオナ、戻るわよ。え、いいの？ティオネ、ティオネ、言いにくいことまでちゃんと教えてくれたからね。だったらこっちも迷惑なんてかけらんないでしょ。ありがとう。いいわよ、このことはリベリアには黙っておくわ。
ただ全部終わったら何があったのか聞かせてね。うん、分かった。じゃあ行くわよティオナ。あ、ちょっと待ってよ。アイズ、レフィア、気をつけてね。うん、ありがとうティオナ。アイズさん、ごめんレフィア、行っちゃった。あ、いえ、あれでいいと思います。話さないと納得してもらえなかったと思いますし。私こそすみません、頭が真っ白になって立ってることしかできなくて。ううん、レフィアは悪くないよ。さあ行こうレフィア、早くレアアイテム採取しないと。はい。リベリア様に言われたアイテムはこの宝石でいいんですよね。うん、多分。時間はかかりましたけど、なんとか見つかってよかったです。うん、早く戻ろう。ああ、確かにこのアイテムで間違いない。品質も申し分ないか。ごめんなさいリベリア。ん？このアイテムを探すのを秘密にするっていう約束破っちゃったから。アイズさん、どういうことだ？リベリア様、アイズさんはティオネさんとティオナさんをついてこないよう説得するために仕方なく誓って手は借りていません。そうしないためにアイズさんは。アイズ、なぜそれを私に？約束を破っちゃったのは事実だから、ごめんなさい。見てただけの私も当罪です。本当にすみません。変わり始めているか。え？いや、何でもない。まあ不測の事態だったことはよく分かった。正直に言うことでティオネたちとの関係も崩さず説得できたのだろう。はい。今回だけは不問にする。こうして正直に話したことだしな。ありがとうございますリベリア様。ありがとう。ウダイオスの頃を考えれば少しは前進だな。リベリア、準備はできたのか？ガレスさん？ああ、あとはこの子たちの用意だけだ。そうか、ではお主ら、こいつを着てもらうぞ。レフィアもよく似合ってる。そんな、こんなにすごいバトルクロス、私なんかには。そしてこの宝珠だ。私たちが採取したアイテム？そうだ、所持するだけで魔力耐性を得られる特殊な宝珠だ。採取に少なくとも数日はかかると思っていたが、運が良かったな。そんなにすごいものだったんですか？真相で出現する
オブシディアンソルジャーのドロップアイテムと似ているが、効果はこちらの方が上だ。その分加工も難しくなるかな。まあそのあたりは地上に戻って椿にでもやってもらうとして、原石のままでも多少の効果はある。これをお前たちのバトルクロスに、これでよし。これは一体。やあ、似合ってるじゃないか、二人とも。団長。がははは、ひよっこには見えんの。どういうことなの？細かい話は後だ。少し時間を取りすぎた。ああ。出かけるとしよう。出かける？バトルクロスを着て降落って話じゃないことくらいわかるだろ。二人ともそのまま我々についてこい。ついてこいって、野営地から団長たちがいなくなるなんて。後のことはティオネやティオナ、ベイト、ラウルたちに任せてある。この階層なら十分すぎる戦力だよ。それはそうかもしれませんけど。いいから黙ってついてこい。これは前々から決まっておったことじゃ。前から。じゃあ行こうか、アイズ、レフィア。このバトルクロス、うん、軽いのに硬い。そりゃそうじゃ。なんといってもマスター・スミスのオーダーメイドじゃからの。マスター・スミスってまさか椿さん？そんな高価なもの。無粋なことは気にするな。お主らがバトルクロスに見合う働きを見せればいいだけじゃ。こそ大変すぎる気が。どんなにいい装備を身につけていても、命を落とすときは落とす。金額の大小より気にするべきことがあるというだけだ。そうだね。そのバトルクロスを使いこなせるくらい二人には強くなってもらわないと。でないとこの後は苦戦することになる。何かと戦うの？目的地も近い。そろそろ教えてやってもいいじゃろう。お主ら、今回の遠征演習の目的は覚えておるか？第二級冒険者の鍛錬？ああ。具体的にはラウルたちの実力を底上げする。ファミリアの下支えをより強固なものにするためにね。じゃが、それとは別にもう一つ、ギルドから極秘のミッションも受けておってな。極秘の？現れたようだ。ほう、こいつは確かに大物そうじゃ。まさか教科書。ここまで強化されているとは予想外ではあるが。ああ、アイズ、レフィア、今回僕らは一切手出しをしない。え？お主ら二人だけで倒してみよう、あの化け物をな。
防御力が高い。いや、あの表面の不思議なきらめき、魔法にも耐性が。今まで培われてきた冒険者の直感が囁いてる。私の砲撃でもアイズさんの風でも貫けない。どうすれば。レフィア、アイズさん。あのモンスターは私が足止めする。でもあんなに大きいモンスターを。それにあの体、きっと他にも能力が。だからレフィアが撃って。え？大丈夫、レフィアの魔法なら貫ける。でもそれまでは絶対にあのモンスターをレフィアに近づけさせない。私が止めてみせる。アイズさん。私が何度でもレフィアを守るから。だからそんな私をレフィアが助けて。見せよ、フィンたちに強くなったところを。そうだ、見せるんだ、私も強くなってるところを。昔のままじゃないってことを。行くよ、レフィア。すごかった、レフィア。アイズさん。え？お見事。いや、おめでとうかな。おめでとう。ああ、素晴らしかったよ。想像以上だ。確かに見せてもらったぞ、お主らの強さ。ウダイオスの時とは違う。危うさと儚さが消えた。レフィアを信頼するお前の剣はあの時よりずっと固く、そして強いものだった。場合によってはすぐ飛び込むつもりだったが。ああ、認めよう。目を奪われていた。そしてレフィア、合図の声があったとはいえ、肉体も精神も成長した。魔導士に不可欠な大木の心、それを身につけつつある。以前のお前はもういない。リベリア様、頑張ったな、お前たち。何やら全て持っていかれたような気がするけど、教育係の面目役所といったところかな。どちらも普段から面倒を見ておるからの、感動もひとしおじゃろうて。茶化すな、お前たち。でも本当にお疲れ様、アイズ、レフィア。試すような真似をして悪かったね。フィン、どういうことなの？そうです、試すって。あれ、マインドダウンのようだな、フィン。ああ、一度野営地に戻ろう、
話はその後だ。青年者の儀？うん、君たちにもう少しファミリアの中核としての自覚を持ってもらいたくてね。とあるドワーフの村に伝わる儀式でな、己が調達した装備を身にまとい、後見人の前で試練に挑む。それを成し遂げた者だけがその村では青年者として認められるという話じゃ。まったく、アマゾネスといい、ドワーフといい、なぜこうも野蛮な儀式があるのか理解に苦しむ。がっはっは、それがドワーフ流としか言えんな。それに封建人には大抵腕利きの者がつく。今回のわしらのようにな。それじゃあ私たちは。ああ、僕ら流ではあるけど、君たちを大人として認める。いや、君たちが大人になったと自覚してもらうための儀式さ。無論まだまだひよっこには変わりない。じゃが、お主らももう一人前として扱われとることを知るべきじゃ。自覚はそれ相応の振る舞いや能力を身につけさせる。お前たちもそういう立場になったということだ。団長、カレスさん、リベリア様。しかし、強敵と戦ったとはいえ、ダンジョンでマインドダウンを起こすのは褒められたことではないが。すみません。でも、どうして私たち？あ、そうです、ともかく、私よりティオネさん、ティオナさん、それこそベートさんだって。強さと意識の均衡かな。あの3人はお前たちよりは自分の強さを的確に意識しているということだ。わしらから見ればひよっこなのはお主らと変わらんが、己を過大評価も過小評価もしとらん。レフィア、お前は必要以上に己を過小評価しすぎる嫌いがある。そしてアイズ、お前は意志が先行するあまり、己の力量に関係なく戦場へ飛び込む獅子と呼ばれる者にさえ。強さと意識の均衡とは、つまりそういうことさ。自分自身を見極めることのできる目、それが君たちには足りなかった。気をつけます。がっはっはっは、今は分かればそれでいい。今回はお主らの成長も十分見せてもらったことだしの。こんな機会一つでいきなり何かが変わるわけじゃない。でも、これだけは覚えておいてほしい。僕らは君たちに大きな期待をかけている。いずれそのバトルクロスを身にまとい、僕らを引き連れて戦ってくれる、そんな存在になってくれることをね。アイズ・バレンシュタイン、レフィア・ウィリディス、これからも邁進してくれ。君たちが偉大な冒険者になれるよう願っている。はい。レフィーヤ？あ、アイザさん。何してるの？いえ。ちょっとバトルクロスをしまっておこうかと。あ、レフィーヤも？え？持って。私もまだこれは着ちゃいけない気がしたから。アイズさん。
ルフィーよ。そうですよね。私たちにはまだ少し早いのかもしれませんね。うん。でもいつか、いつかきっとこの服を着られるように、この服に恥ずかしくない自分になってみせます。うん、その時は一緒に戦おう。はい、いつかきっと本当の大人になった日に。